皆さんこんにちは、なるほど天です。今日もスライディングシーズ遊んでいきます。さあハンバーガー食べたい。ステージ72ですね。ハードステージ行ってみましょう。いや先ほどチャレンジしたけどちょっと難しかったですね。一回失敗しましたよ。そう高さがあれなんですよね。波の高さというか海の高さが結構揃いづらいんですよね。高くしすぎると後々つなげづらいっていう。そして小屋も作りづらいという。お、できた、運がいい。お、小屋できた、運がいい。ちょっとまああれですよね、運の良さもありますからね。さあいかだ作って、さあ高くして、よし、これで上に上げましょう。あら上に行かなかった。どっちがいいか悩んじゃう。こっち？ちょっとここ下げておいて。よし。さあ、いかだできて。おぉ、ラッキー、ラッキー。ラッキークッキーです。もんじゃ焼きです。お、増えた、増えた。そう、向こう厄介なんですよね。あ、こっち、こっち。よし、陸ができたけど、これで高くすると、そう、つなげづらいんですよね。あ後々陸に上がってもホームシック病が発動すると行方不明になっちゃうんですよね。淡水以内に小屋の中に避難しないと。おお、すごい。どうしますか。ちょっと左とつながらないんですけど、参りましたね。わあ、これ、向こうにしてもあれですからね。下げますか、一段。陸を作りたい。よし、これで陸作れる。よし、賢い。で、ここと、ああ、これ一段上に上がってる。ああ、いけますかね。どうにかしてこの子を助けないと。あら、また流されてきてる。これでいいでしょう。あと何人ですかね。ちょうど今大天使さんので見えなかった。あとお一人ですか。さあ、じゃあこうして、はい、なかなか、あら、また一人来たけど、まあ微妙にくっつけづらい。下の方くっつけられないとこうなっちゃうんですよね。よし、これでどうにかイカダを作って。わ、下が、あ、これでずらせる。お願い、届いて。あー、出た、ホームシック病。どうしましょう。あとお一人いいんですけどね、助けるの。どうにかしてお助けできないか。わあ、微妙に揃わない。なんかもうすごい、なんかジグザグですね。よし、これでいける。よし、来ました、ありがとうございます。危なかった、危なかった。さあ、ステージクリア。やっぱハードステージ難しい。皆さんもよかったら遊んでみてください。ステージどこまで来るか競争しましょう。コメント欄に何ステージ到達したかぜひお書きくださいませ。ということで今回の動画以上になります。ご視聴ありがとうございました。